復活の兆しをこの加納杯これまで2試合で少しずつ見せています。井上康生ともに内股、初戦は42秒、2回戦は45秒、1分かからずに勝負を決めてこの準々決勝、日本の高橋宏明との対戦です。左組の高橋、この高橋も内股を得意としています。さあ井上康生の準々決勝が始まります。今日は組手も非常にいい形で井上康生組手が取れています。そうですね、ここまではほぼ完璧な内容で勝ち上がってきてますね、はい。足で脅かしました井上康生です。また内股に行きます。これは引き手が取れていません。そうです、ね、引き手を持てば十分なんですけど、ね、はい、右の釣り手で少しずつ高橋を崩します。待てです。準々決勝の3試合目です。泉と矢崎は敗れました。ここで2人に指導です。両者に指導、あ、副審2人がそれを打ち消します。そうですね、井上の方には、はい、ないというジェスチャーですね、はい、高橋1人に指導、井上康生に効果のポイント1つです。開始46秒で高橋に指導が来ました。右足で脅かしてなんとか左で引き手を引きたい井上です。あの動きの中で引き手を取ると、はい、今背負い投げに行きましたね。初めて背負い投げ見せましたね、はいはい、内股背負い投げ、はい、いろんな技に行くチャンスあるんですけどね。合宿でもほとんど背負い投げを見せていなかったという井上康生です。高橋がちょっとあの引き手を嫌ってますね。ああ逆に今高橋の方が先に引き手を持ちました、はい。の釣り手は十分に引けている。さあ引き手を狙う井上、その引き手を嫌う高橋です。引き手が取れないまま内股に行った。なかなか取らせてもらえないその引き手ですけれども、はい、この場合は井上どんなことを考えていけばいいですか。いや、あの焦ることはないと思います、はいはい、自分の間合いで完璧な状態になった時に取りに行こうと思ってると思うんですね、はい、あれ無理やり強引に取りに行くとやはり高橋体重もありますし技も持ってますからはめられる可能性ありますから、まあ、それほど無理して取りに行く必要はないと思うんです、はい、ここでうまく相手の前に取れてますので、ここでチャンスがあったら気を抜いて取りながら、はい、仕掛けていこうと思ってるんじゃないでしょうか。そうですね、高橋に指導が2ついって井上康生が有効のポイント1つ上回っています。残り1分8秒、井上康生の3試合目準々決勝。右足で脅かします。さあ引き手を引いた井上、今ですね、はい、左で引き手を引いています。あ、切られました。片襟からの背負い投げ、ちょっと今のは不十分ですね、うん、あの状態でかけてもなかなかかかりません。残り35秒、高橋も攻めに入った。高橋も自分から攻めるようになりました。ここは一か八かの勝負に来てますね。潰されます。残り22秒で時計が止まります。高橋としてはなんとかこう競って、はい、もつれた勝負をしたいというような試合になってます、ね、ポイントでは井上康生がリードして残り間もなく15秒、高橋も技が出るようになりました。残り10秒です。残り5秒、残り1秒で待て。どうやら井上康生、そうですね、
準決勝進出なりそうです。ここで残り1秒で高橋に指導が来て、ここで試合終了。指導3つ、相手の指導3つで勝ち上がりました井上康生、準決勝進出。なかなか左の引き手取らせてもらえませんでしたが、そうですね、はい、まあ、若干その井上としては不完全燃焼みたいなところはあるとは思いますけども、ただその逆に右手の、はい、右手の使い方が、はい、うまかったですから。